なんか5分寝たつもりだったの。5分目覚ましかけて夢に見て、なんか今から寝ますみたいな、違う違う、なんか夢に見たんだよね、タイマーをセットしたの。それでうーんと思ってふって起きたら過ぎてた。本当に1、2分前くらいまで寝てたんだ。これじゃあ寝顔じゃないか、寝ぼけすいすいじゃないか。いや、なんか起きたのも本当に、でももしかしたらさ、みんながさまだ見てないんだけど、チャットとかでさ教えてくれてたかもしれない。そのそれがこう私の夢に登場してきた。それで私がね、さっきこうで、やばい、配信しないと配信しないとってショールーム開いてこうで準備してたら、はるちゅんから寝てるみたいな LINE 入ってた。知っててなのかな、ごめんね。でももう起きたので、多分あのまま配信してたら30分くらいしかできなかったけど、これでゆっくり配信できますね。あ、そう、もうね、はるちゃんからね連絡来た時には起きてたんだ。でも本当に私が起きた30秒後くらいにはるちゃんから連絡入ってて、ごめんね。なんか久しぶりになんか寝坊しました。ほんとにごめん。あ、そうそうそう、私今日この髪型をみんなに見せるためにね、この髪の毛のまま言おうと思ったの。お風呂に先に入るという手もあったんだけど、これをみんなに見せたくて、でも寝たからボサボサになっちゃった。ここは編み込みしてこう。大変お待たせしました。今日ヘアメイクさんに今日はこの髪の毛で配信するんですって伝えて、そしたら見せつけてやれって言っていたので、見せつけてやります。もし、どうしよう、寝ぼけて変なこと言ってたらどうしよう。あ、そう、私ね、なんかずっと初期の設定が、ショールームの初期の設定がね、アニメーション機能がなんかオフのまんまついてて、でもなんか私はこれきっと見れないのは何かおかしいと思って、頑張って調べてオンにしてみたらね、ここら辺にいっぱい今だるまが見えるようになった。みんなの見ていた景色はこれなんだね。そう、私がね、そうそう、なんでこの、この状況なのかというとですね、久しぶりの昼夜公演でした、今日は。それでとっても疲れました。よく動いた、なんかね、久しぶりだったからなのかな、なんかすごく体力ね、なくなったんだ今日は。だから今日はもう 120% の体力を使いました。お疲れ様、みんなもありがとう、すごく大きい声をで応援してくれてありがとうね。そう、20歳初めてでした。20歳初めて、
そう、黒板には大人よりって書いておきました。見ましたか？そう、あれなんて書いたっけな。5月もよろしくお願いします、大人よりって大人からのメッセージを書いてみたんですけど、そう、大人からのメッセージがあったでしょ。そうなの、キノコ苦手なんだよね。今日は夕飯に食べてもらいました。もうちょっと食べれたらいいですね。嘘、虫好きでしたか？よかった。部長すいませんまだ部長って呼ばれてその瞬間にはいってできる、はいってさ、その瞬間にさ反応できる耳で、ん？反応できる頭じゃなかったみたい。起きてはいたんですけどそう、なんかみゆみゆさんの方見て言ったのかなってみゆみゆさんに向かって言ってるのかなって思って、私もこうやってうんうんって聞いたら私だった。ちょうど私の隣にみゆみゆさんがいて、みゆみゆさんに視線を送ってると思って、で私でした。そう、すぐに「はい」って反応できるようになりたいです。え、そう、今日びっくりしたそう、私のね、あのなんだっけ、あれ MC の時にあのラーメン部ばっかり当てていたみたいで、え、そう、聞いて、それあの終わった後に楽屋でも話題、ちょっと話題になったんですけど、本当に私あのあれもともと誰に振るとかも決めていなかったし、自分が本当に綺麗にラーメン棒を当ててることにも気づかなくて怖かった。ちょっとね、さすがに私も自分のことが怖くなりました。なんかもともとユーハがあの弟と夢の国にゴールデンウィークにいたんだよねみたいな、ゴールデンウィークかな、なんかいう話を聞いてたから、その話は聞こうかなと思ってたの。でもなんかまさかのそれでそれがオチみたいな、なんかそれでね全制覇みたいななってて自分でも怖かったです。半分ラーメン部だったね。そうなんだよね、なんかね多分私のファンの方だともう日常茶飯事と言いますか、私結構なんか言ったこと忘れるんですよたまにそんな感じで、いやまたラーメン部じゃん、はっはーってなった後にまたラーメン部刺してて、本当に本当に自覚なくてね、もうそれに気づいた時はびっくりしました。本当にまた、またまた、ああコンプリートみたいな、びっくりですね。そうそんなことある、そんなことあるのっていうことが起きたよね。私もそう思います。え、そうだからラーメン部の方々なんかも面白くてあと今日気づいたことはみんな声量があるということ。生誕の時も、え、そっか、そうだね、確かにそうですね。そう面白かったです、面白い部活ですねって終わって言っていました。ちなみに私はあのスイーツ部の部長っていうのはちゃんと自分で理解しているんですけど、よっ部長って言われたら多分ってします
本当にさ、人生でさ部長したことないんだよね私。初めまして、よろしくお願いします。あとはあれだね、まださ部長になってから部長らしいことをまだしていないから、早くスイーツ部のロケしたいですね。スイーツ部はね、そう、みやみやさんキャプテン、そうそうなの、なんかリーダー的な存在と思ってこうね。4期生には人気らしくて、スイーツ部部長権限、権限、なんだろう、なんだろうなんかあるかどうかわからないけど、私はちょっとやりたいことはいろいろ言ってみようかなって思っているところ。ね、企画もたくさん提案してね、できたらいいなと思います。スイーツ部楽しく見てます、ありがとう、嬉しいです、とっても。アクスタお願いしますね、一緒にさあのお出かけとかしたいですよね、聖地巡礼とか、それを持ってちょっといやいや、そんな肩書きだけではないですよ、これからきっと何かをあのこう部長頑張りますのでそうだよね、肩書きだけにならないように頑張ります。なつきちゃんのグッズが欲しいですって、本当ですか？お出かけ連れて行ってね。もうみんながもしさグッズとかができてさ、一緒に聖地巡礼したらもうそれはスイーツ部だよね、みんなも。私も連れて行きたい。なっちゃんが出ている声のお見送りで部長とお呼びすればあ、でもさ確かにあれだよね、私あのそういえば最近そんなに部長って呼ばれる機会がなかった、そういえば新鮮、そう私はもう部長、私は部長、ツーリングってなんだろう、バイクブンブンかな。そうだよ、スイーツ部一緒。あれ？ラーメン部。さあ、ラーメンかスイーツか。これは皆さん難しい選択です。あ、バイクで走ることでね。なるほど。ツーリングはバイクでドライブ、いいね、ブンブン、嬉しい。お、どっちも好き、本当ですか。私は今日ラーメン部さんのお話を聞いて、あ、たまにはラーメンも食べに行こうかしら、どうしようかしらと思っています。スイスイバイク好き、なんか全然わからないんですけどバイク乗ってみたいです、ブーンって、静かなバイクに。そう、過去にパーティー公演でバイク乗る真似したんだよ、なかなか上出来だった。ほうめ
目が閉じている。んー、そんなことはないよ。見えている。モンブランって麺っぽいよね。麺、閉じちゃった目そうだね、そうだねって言っちゃダメ。えん、もうそうだね、そう、またそう、ん、じゃあこの話は置いといて。今日一回体力の波が来たんですよ。あのまだいっぱい動いているという海岸、そう、それで、でもどうせだったらすごーく フルで体力を使おうって思って、あの使ったらこうなりました。私も何言ってるかわからないんですよね、それが怖いことに。そう、今日初めてサインボール投げました。なんか久しぶりに電池切れてる状態で配信してる。サインボールうまく投げれましたか？なんかサインボール投げた時あんまり記憶ないんですよね。記憶ないというか、なんか楽しくておりゃーおりゃーって投げてたら、気づいたら投げ終わってました。取れたのかな。一人はキャッチした瞬間を見たんです。なんかなるべく遠くの方にも投げてあげたいって思って、実は公演始まる前っていうか、もうお昼公演始まる前に投げる人が決まってたから、あのお昼公演始まる前の朝に夕飯誘って、ねね一緒にボールの投げる練習しないって声をかけて、まだサインとか何も書いてないボールをお借りしてふって投げてたんですけど、私はその練習中に4回くらい天井にゴンゴンってやってたので、まあそれがなかっただけ良かったです。いつかやるんじゃないか。そう、練習したの、練習したの。俺の前の前の人が撮ってた。おお、本当？見えるんだね、そういう。一球目すごく失速して落ちて。え？そうだったの？あ、そうだったんだ。一球目頑張ってよ。そうだったんだ。いや、しかもね、なんかね、本当にいろんな練習をしたんですよ。この私は下手の3番の位置にいるんですけど、ちょうどそこがね結構柱とか通路とかの場所で、なんかね投げるのが難しい目の位置なんですね、私がいるのが。だけどそこから下手の柱の後ろのブロックにこうやって一回投げてみたんだけど、どうしてもあの何関係者席みたいな、関係者席のとこまでしか届かなくて、だからこうやったりいろいろこうやってやってました。こうやるといいよって安藤さんが教えてくださいました。遠くに投げてくれてるなって思ったけど、4列目とかだった。なんてこと、体感15列目。ゆうはちゃんよりも、ん、ゆうはちゃんも前より飛ばせた。そう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 、前より飛ばせたって言ってた。横投げした時飛んでました。え、私横投げしてましたか？私どうやって投げてましたか？
なんか最後の一個は力を込めて遠くに飛ばしたつもりだったんですけど、通路に落ちてました。そう、でもそう、マッシーさんはやっぱり始球式を経験してるだけあってめっちゃ投げるのが上手かったです。でも聞いてほしいの、私練習の時に一回うおーって投げたら、あの後ろのセンターブロックの後ろの2列目の椅子にはまったんですよ、ボールが1個。だからもしかしたら練習したらさ、もっと投げれるかな。その日の風向きにも、風向きというかなんかのエアコンのにもよるかな。そう、練習してたら安藤さんがこうすると飛びますよって教えてくれて、ありがとうございますって言いながら本番はこうやって投げたような気がするけど、どうなのでしょう。いや本当はね、そう、あのみんなにさ、なるべくみんなにボールが渡ったらいいですよね。最初はあの下手の柱とかぶっちゃう席とかも狙おうと思ったんですけど、その場合私の場所からこう投げるとボールがこういくことになるので、ちょっとそれは難しいなと思って、さすがにボールがこうなんかこの字にこういくことは練習したら行くのかな、練習してみようかな。しかもさ、それはさ、もう私が視覚で見えてない人のところに飛ばすってことは、もうその人もクキン、急にボールが現れるんだよ、怖いよね。関係者席までは届いた。そう、突然現れてびっくりしちゃうからね。あ、なんか最後の一つのボールはこう、はい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 って助走をつけた記憶はあります。そう、聞いてほしいの、あのピンク黄色をね振ってくれてる方に投げようと思ったんですよ、私は最初。でも練習した時に全然狙った位置に飛んでいかなくて、これはもう運なんだって思って、もうね、その狙った位置と絶対違うところに行くの。軽いんだよね結構あのボールが、あとハート型だから、だからそうそう、だからもしこのね振ってくれてる人がキャッチできたら、それはそれでとっても良かったねのお話だし、もし違くても縁があったねのお話なので、そう、難しかった。みんながさ、あの見たんですよ DMM で、みんなのボールがムーンって行ったり、なんかボンボンボンって行くのを見てたから、そんなそんなって思ってたんですよ私も。そんなそんな、いや私はもう PM で届けますぜと思ってたら全然届けませんでした。とっても良かったねになる、ね、とっても良かったねになるためにはやっぱりさ、なんかこういうの欲しいよね、バズーカみたいな、ボン。あ、そうだよね、いい企画、いい企画。春ブロック中はずっと誰かが投げてるから、頑張ってキャッチしてね。劇場から配られるカゴ使ったろうかと思ったけど待って、こういうこと待って、それめっちゃ面白い。みんながこうやってカゴを持ち出したらどうしよう、笑っちゃうんだけどみんながおーおっと、それはそれで面白そうです。
え バズーカ、バズーカ、バズーカ用意したいくらいですね。いやー、私はあの体力テストで、あれ何メートルだったっけ、ちょっと今の頭で思い出せない。あのソフトボール投げを体力測と、もうダメだ、頭が終わっている。体力測とだって、ソフトボール投げ、ソフトボール投げの体力測定を9メートルだ。だから自信はあったんですけど、いや思った、私もバットで打っちゃおうかなって思った。こうやって全部こうやって、はいはいはいって、どうかなと思った。多分私そっちの方飛ばないか待って、シンプルな頭が終わっておるその通りだよ、頭が終わっておる。確かにそのバットだえ、そんなこともあるかな、次第。もう下に行っちゃいましょう、ゴーンって。うわー、出演メンバー全員のサインボールはめちゃめちゃレアだね。それはそのバットにもサイン書いておいてください一応ね一応飛んでった時のためにね、サイン書いといて。あー、え、めっちゃ、あー、あ、どうなんだろうね。あれさ、軽いからさ、投げた時勢いあってうんって落ちちゃうの。だからみんなは頑張って座ってね頑張って、うん、頑張って座ってね。私は頑張って遠くにも飛ばせるようにするね。なんかいろんな投げ方したいよね。それで今日の、またサインボールの話なんだけど、今日のユーハとサインボール書いたんですけど、ここにはそれぞれ動物を、いろんな動物を書きました。いろんな動物を描いて、私はウサギと玉ねぎ星人です動物？ん？動物？そう、ウサギと玉ねぎ星人を私は描きました。ユーハはあのクマとあのポケモンのモグラのキャラクターみたいなやつはコアラらしくて、あと一個何書いてたっけ、犬だ、犬。ユーハのコアラめっちゃ面白い、コアラだけで撮ればよかった。そう、なんかユーハのコアラはもうあれは完全にポケモンのモグラのキャラクター、すごい面白い絵を描いていた。そう、ユーハが3つ描いてくれましたので、私はまあ玉ねぎ星人で2つ分のキャラクターてかもうさ、ユーハとさ、じゃあそれぞれ動物を描こうね、うんって言ってさ、玉ねぎ星人描いたとか言ってくるのめっちゃ嫌じゃない私もともとね、玉ねぎ星人描く予定はなかったんだよ。なんか思いつかなくて、何の動物描いたらいいかなって、で気づいたら玉ねぎ星人描いてた。あれはね、あのよくあるこの5つ並べたらつながるようなやつです。本当はさ、そう、玉ねぎ星人笑わせたつもりだったの、口角なんだけど、あの細かいから、ちっちゃくて細かいからすっごい真顔になってて、でもなんかそれはそれで玉ねぎ星人っぽかったのでお気に入りです。今度ひっそりとツイッターの、あ、 X のヘッダーを玉ねぎ星人に変えようと思いました今
今はメンダコちゃんなんですけどね。最近公園でやっちまった出来事、最近なのかわからないけど、世界はどこまで青空なのかをやってる時に、このか頭につけてた髪飾りがプンって落ちたから、目の前にいたファンの人とかに「いいよ投げるよ投げるよイエーイ!」って言って、あの袖に投げたつもりが LED の下に入っちゃって、スタッフさんが撮ってくださったこととか、あとマリナさんとマシーさんのスカートをひらって知ってしまったこと。ごめんなさい、ごめんなさい、そんなつもりはなかったんですけどね。ちょっとなんか振り付け的にこうなってたら、なんかああすいませんって、あのめくりかけてしまったこと。申し訳ない、申し訳ない。今日2曲目あたりで回します。ぶつかったかな、ぶつかったかな、知らぬ間に、本当にそうだったのか、後で謝らなくては。カイリーさん、聞いてほしいんですよ、今日私カイリーさんがよく見える位置にいて、世界の人へのカイリーさんがすごいパワフルでした。髪の毛が踊ってました。その瞬間見つけるのオタクの楽しみだって、今スカートめくったって。あ、そうそう、あ夜公演の鍋写真のテーマは髪を持つだったみたいだけど、なっちゃん髪持ってない、確かにみんなこうだった、私意味理解してなくてこうやってました、髪ってこれ髪です、髪の説明してました。そういえば髪を持つだったのか、持つだったのか、あ、そっか、髪ですってやってました。それはルアーがそこマイク逆さまに持ってたって聞いてびっくりしました。なんかね、いろいろ勘違いが多い日。あと今日は劇場に行ったら、ちょっとずつ皆さんからのお誕生日プレゼントを受け取ってきました。まだ全部受け取れてないんですけど、ありがとうございます。お花もたくさんありがとう。ちょっと言えるタイミングがなさそうなので、ここでなんかね、ヘアメイクさんが、そう、スタッフさんがね、こう持ってきてくださるんですけど、小枝さんのですみたいな、すごいいっぱい、お誕生日だからいっぱい置いてくださってて、メイクさんがスイスイマーケットだって言ってて可愛かった。スイスイマーケットだってふわふわしてました。そうなんです、生誕祭の日程が決まりました。私は5月の26日日曜日です。待ったよ。嬉しい、ありがとうございます。今年も開催できるということで、とっても楽しみです。皆さんは来れるかなね、本当に当選機が当たりますようにね。ほぼ1ヶ月後ですね。仕事の調節してくれたの、ありがとう、嬉しい。
あとは当選したらみんな絶対当選しますように。ほら眠そうな顔で効果薄そう。そんなことはない、私はみんなが当選してほしい気持ちはいっぱいあるよ。なんかお休みポーズみたいになってきた。そうなの、そう、お願いポーズお願いします。あ、そう、私眠い時仏になる。これ仏、まだ粘れそうです。たまたま26日は休みでした。あ、よかった、よかったです。ね、寝落ちしちゃいそう。仏のスイスイ、あ、効果、逆に効果ありそうですか。本当、皆さんが当たりますように。あ、寝てしまいそうです。失礼いたしました。でも今日はもうメールは送ったからイエイって感じね。だから26日に決まったから、皆さんもしよかったら一緒にね、お祝い、お祝いの日一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひお待ちしています。うん、そう、体調管理だけはね気をつけようね一緒に。なんかメールにも書いたんですけど、最近ちょっと体調をね崩してる人とかを結構見るので、崩しかけてるとか、暑くなってきたのでちゃんとお水飲んでね。ガバジュース持って新潟行けるように。ガバジュースは置いてきてもいいよ置いてきてもいいよ。なんて言ったって、私去年の生誕祭はもう体調絶不調の、無理やり病み上がりみたいな状態だったので、今年はせっかく二十歳なので元気いっぱいの状態で出たいですね。ガバジュース人生で初めて飲みました。え、本当？嬉しい、人生で初めて、よかったです。私はもう去年のはもう忘れられない、本当に忘れられない。もうみんなも絶対ヒヤヒヤしていたし、私もヒヤヒヤしていたし、どうしようかって。ねえ、でもよかった、みんなも支えてくれて。なんかその生誕祭実行委員さんとかも動いてくれているみたいなので、本当にありがとうございます。嬉しい。久しぶりのスイスイ、あ、よかったです、久しぶりのスイスイ。え、そそうなの、そうなの、めっちゃ温存してました。すごく温存して、夜はへへってできました。なんかね動画が残ってるんだけど、もう私の生誕祭はなんかもうね、いろいろねカオス状態だったんですよ。初めての3期生生誕祭だったから、あのケーキのふーって消す前に花束が来ちゃってあーまだだったごめんねみたいなとか、あとは普通に最後締めるだけなのに次の段取り分かんなくなってみんなってなってて、ファ
さんの方とかもおおとか言い出して、あ終わるだけですみたいな。そうちょっと伝説でした。私からしたら結構あの記憶に残ってる面白いことがいっぱいあった。そうファンの方もさ、パーティーのその3期生の生誕祭が初めてだから、どういう段取りで行くとかわからないじゃないですか。だからファンの方に頼ることもできず、なんか PA 席からマネージャーさんが最後の挨拶だって言おうと言おうか迷ったらしいです。そんな生誕祭面白すぎる。いつもなっちゃん見てるから気づかなかったけど、1年前お子ちゃまで、あそうなんです、聞いてください。私もいつもなんかいつもこんな感じでイエーイってしてるから気づかなかったんですけど、1年前の DMM とかこの間までねあの見れたんですけど、見たらなんか全然あの違いました。そうアフターパーティー楽しかった、めちゃめちゃ楽しかった。自分で曲選んで自分で立ち位置とかも決めてやるんですけど、3期生のそれがめっちゃ楽しかったです。うん、1年前が4歳。なんだ。うん、せめてバラ組5歳ならいいよ。ねえアフターパーティー本当に楽しかった。私あの自分だけで自分だけの動画残してます、定点。最高だねえ、最高かよ、最高だったよね、わかる、本当に最高だった。あのしかも声出しがあの解禁されてもうすぐの公演だったから、みんなで盛り上がれて、しかもみんなすごいコールできてても嬉しかったです。完璧、プイプイ出ちゃった。今年で6歳。ぷいぷい怒ってなさそうな威嚇、スイスイの威嚇、ぷいぷい伝わらないよねこれ、絶対これ怒ってないよって、怒ってないんだけどね。そうリリリリ、そうリリリリコンビと一緒に私のギターに合わせて歌ってもらいました、3期ミニ劇場で。あれもね、本当は私も歌弾き語りしようと思ってたんだけど、確か声がなんか喉の調子がまだ良くなかったから2人を呼んだんですけど、呼んでよかった、もう最強スペシャル回。ぷいぷい、ぷいぷいは呼んじゃダメだよ、ぷいぷい。最近うん聞いてよ、最近あ最近はねたまにぷいぷいが出るんだよ、みんながねおしましするから。みんながおしましするからね、スイスイはってしてるけど、みんなの前ではこう心の中をこう。でみんなの前はこう、ここだけの話、はい、いいんだけどあの寂しくなるので。なんかやだなこれ。まあ好きでいてねという話。
か、なんか嫌だな、なんか嫌だな、見ないでなんか見ないで。人生初アイドルのライブがスイスイしてたんです。そうだったの。ありがとう、嬉しいよ、めっちゃ嬉しい。なんだって、ゴキに面白いねえねえ、まだいない、まだいないでしょ。NGT 憲法は DD5 人までセーフあ、そうなんですね、 DD5 人までセーフ、5人までセーフなんですね。でもそう、焼き餅は嬉しいもので、ちょいちょい出してんやでって。私は焼き餅を嬉しいと思っちゃダメなんです。焼き餅を嬉しいと思ったら、スイスイが焼きもちもちもち、焼き焼き焼きもち、焼きもちもちもちになるのでえ、そうなの。私ね、実はね、実は嫉妬深い性格なんです、元は。だけどね、言ってないの。だから寂しそうにしてたらさ、ちゃんとかまってね、スイスイにも、スイスイにもかまってね。餅になる、そう、右と左で焼き餅焼き餅で、なんかあったよね、このな、なんだっけ、なんかみたいな、あれなんだっけ。今は焼き餅、本当に焼き餅焼いてない人みたいになる。あ、それそれ、満足満足それだそれだ、今すっきりした。 こうだこうだ、しかも思い出した、手も思い出した、焼き餅、そうだそうだ、思い出した、思い出したというか、みんなが教えてくれた。みんななんで覚えてるの。特賞、特賞うちはおめでとうございます、書きますね。ちょっと待って、ラフルクジのさ、そのなんか直筆お手紙みたいなやつって、あれは何人に当たるやつなんですか。 A 賞の好き、ありがとう。私はね、そう、たまに寂しそうにしているからね、みんな頑張ってね、頑張ってね。頑張ってねの人あれら、一人なの、すごい、そうなんですね、まだ書いてないけど、待ってね。うん、スイスイに人参あげた。え、それはスイスイが人参苦手なの知っててなの。スイスイは人参が苦手、特に生の人参が苦手、なんか鉛筆を感じる。これ伝わる、鉛筆を感じるって。夏希に寂しい思いはさせないイケボ面白い、イケボなんだ、イケボで言ってるのね。かまってかまって、かまってかまって。今年は薄い人参から挑戦します、だんだん分厚くしていく。スイスイは椎茸が好き。あ、でも椎茸はね、食べれるようになっていますよ。
元からそんなに苦手じゃなかったんです。だ出すけどってたまに人間がバグるやつなんとか出すけどって。あ、生は誰でも苦手なの？え、そうなの？みんな内緒にしてるだけなの？生の人参苦手？みんなそうなの？今日初めてピンクのシャツ着ました。あ、二十歳の生誕 T シャツだよね。ありがとうございます。なんか着てくれてる方いっぱいいて嬉しかった。しめじ苦手苦手。今日それこそ夕飯に渡したキノコがしめじでした。そう、キノコの克服方法難しい。先生は先生のままでいいんだよ。優しい優しい。スイスイ、確かにキノコ食べれるスイスイってスイスイじゃないんだよねどういうこと？あ、生の人参好きなの？ほんと？あ、待ってねえねえ、みんな食べれるじゃん、みんな食べれるじゃん、生の人参。そう、しめじとブロッコリーだったんだけど、ブロッコリーもしめじの味が染みついてたから食べてもらった。なんかしめじを一旦ユーハに全部取ってもらって、ユーハに「ねえねえ、このブロッコリーでもキノコの味しない？」って、匂いがキノコだったの、だからキノコの味しない？って聞いたら「しないよ」って言ったから「本当に？」って言って食べたら「キノコの味するんだけど」ってなってブロッコリーも食べてもらいました。ブロッコリー自体は大好き。あ、カレーの人参食べれる。そう、カレーの人参食べれるの。でもたまに人参ですみたいなやつがカレーに入ってるとちょっとんってなる。キノコはね、味だな、味が苦手。なんかキュッてなる、ニューって、なんかキュッていうか、なんかニューって味がする。それが美味しいのかもしれない。人参食べれるってすげえ、スイスイ。あ、そうだよそうだよ、スイスイ人参食べれる。ありがとう、褒めてくれてスイ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 人参、そうそうそう、人参食べれるの、食べます。褒めてくれるなら食べます。ブロッコリーって食べなくても人生に影響ない？ね、ブロッコリーを食べると髪がブロッコリーみたいにこう緑になって、もさもさになるよ平気で嘘つく人。しかも絶対みんなこれ信じないでしょ。私嘘下手だったもん今、絶対信じない。誰が、一体誰が信じるのでしょうか。それは知りませんでした。ブロッコリー食べよう信じてくれてありがとうございます。信じる人もいるみたいです信じる人もいるみたい。そう、なんかね、苦手を一回克服したと思ってもちょっと時間経ったらまた苦手になってたりする。昔ブロッコリーは森みたいだから嫌いと言ってる友達がいてうん？ってなった。森が嫌いなんだその友達はきっと。え、そう、なっちゃんちょっとだけ目覚めた、やった、よく気づいたね。あー、マヨネーズ、うん、なるほど。あ、グリーンピースはねちょっとダメ。でも食べれなくはない、苦手まではいかないけど、うん、いらないかな。圧縮した、うん、縮、待って、読みたい。
福した森。うんうん、意味はわかるよ。凝縮、凝縮。ありがとう。凝縮した森、美味しそうじゃないか。森、美味しそうじゃないか。あーでもね、柚子胡椒は生の人参には勝てないね。柚子胡椒はあんまりそんな食べ物の味を変えるほどの力は持っていないから。森美味しくなさそう。うん、漢字タイムはスイスイを苦しめるます。国の指定野菜、本当？始まった時の眠そう感から気づけばあと少し。そう、私は寝てしまって遅れてしまったから、予定よりちょっと多く配信するんだ。これ12時までいけるんじゃない？私、今日は温かいお風呂に浸かるの、それでってするね。まもなく1時間。そうだね。あ、ブロッコリー栄養豊富なの？栄養豊富は読めるんだ。お風呂って眠たくなるよね。そう、私結構湯船は入りたい派なんですけど、絶対眠たい、絶対に眠たい。なんか久しぶりの公園でドキドキしてて、なんか逆にあんまり寝れなかったの、今日が。こう、寝ないなって思ってたら今めっちゃ眠たい。水のすけちゃんと佐藤かえりちゃんが似ている気がする。自分の気、そうなんです。あの最近かえりさんとあの LINE でお話しして、さ、あの意見が一致したんですけど、最近私たち似てるって言われないよねって最近言われなくないみたいな話題になりました。でそこでカイリさんからの提案は、お揃いの髪型にして一回似せてみようっていう。でも今日スタッフさんに聞いてみたんですよ、私たち似てますかって。そしたら、あん、まあなんとなく、うん、あ確かに似てるかもっていうくらいの反応だでした。そのなんか私が成長しているのか、そう、私1年前のその生誕祭の DMM とか見たら結構違ったからさ、顔変わったのかな。でもそれはその日のコンディションによって似てる人似てない日があったりするんです。なんかね、今日カエリさんの写真、カエリさんのスマホで一緒に写真を撮らせていただいたんですけど、その時の顔がちょっとだけ似てたような気がする。こういう割れ方、あれどんなだったっけ、ちょっとその時に戻ってみないと思い出せなかった。メンバー似てる似てない論争ってなんでどないじゃん。うん、確かに。でも私は多分その加入した時にゆなこさんとかえりさんにとても似ていたんだろうね。でもその時私はね全然似てるって思ってなかったんですけど、あ、昔のかえりさんが今の私に似てるの？え、スタッフさんスタッフさん付き合ってくださってただけだった、もしかして、もしかして、もしかして、そんなはずは、そうそうそう、そんなはずはないはずだきっと。ゆなこさんも元気かな、ゆめさんも元気かな、
あっという間に、そう、私が加入してからもあっという間にね、先輩がご卒業されていってしまって寂しい寂しい。帰ってきてくれないかな。笑い方似てた、ほんと？で、似てないとかじゃなくて、夏希は夏希なのに。ほんと？それも嬉しい、それも嬉しいよ。でもね、なんかその似て、もう私とカイリさんになるともうお互いでどう似るかみたいななんかもう研究に入り始めてて最近。だから似てるコンディションの日があったら同じ顔しようかなって思って。いや、そうだよね、帰ってきたら大ニュースそれはそう、それはそう。え、アンナちゃんの月ちゃんのことめっちゃ好きだよねって。そうなの、嬉しい。なんかね、多分ね、あんまり恥ずかしがってねるのかな、言葉に。なんかね、あんまり、そうそう、話さないんですよ。話すけど話さない、なんか、そう。だから嬉しい、そのそれを聞けて。そうなんですね、よかったよかったって、嬉しい。アンナちゃんよりも僕の方がなつきちゃんのこと好きでねえそれ言うために言ったでしょ、それもはや。なっちゃんがカピちゃんと仲良くしてるとアンナちゃんが拗ねてる。そうなの、アンナちゃん、アンナちゃん。今日はなぎちゃんにイラスト描いてくれてありがとうって伝えた。イラスト描いてくれてありがとうって伝えました。見た？めっちゃ可愛かったよね、びっくりしちゃった。私あのそのイラストを描いてくれてるっていうことも知らなくって、なんかいざ記事が出ました、こちらですって送られてきて、スタッフさんからありがとうございますって言ってみたら、なんかめっちゃ可愛いイラストついてて、びっくりした、本当にいつの間にって。すごいよね。今日スタッフルームみたいな場所があるんですけど、そこにスタッフさん呼びに行ったら、そのなぎちゃんが描いたあの鉛筆で描いた日向さんのあの紙が置いてありました。これだって、これ見たってなった。あ、でもなんか私のイラストを描いてくれる人ってみんなこの垂れ目具合とかをすごく再現してくれるの。あとは、こういう感じの目なんかね、こういう口で表されることが結構ある。確かに前髪の方向とかもね、なんかいろんな方に書いていただいたりして、こう見てたら私って本当に垂れ目なんだって思う瞬間が結構あって、なんか自分では気づかない、そのやっぱイラストを描くってなるとさ、特徴を捉えるじゃないですか。だから、あ、私はこういう特徴があるんだって気づけて、最近ちょっと面白くなってきちゃっています面白くなってきちゃってる、スイスイ。そう、こう動物の口、ス
スイスイという動物ね、そう、実は垂れ目なんですよね。描きやすいのか、え、どうなんだろうね、描きやすいのかな。アヒル口、アヒル口、アヒルってどうやってやるんだろう。クワッ、クワッ、クワッ、書いてたっけ私。アフラック言っちゃったよ。アフラック言っちゃった。クワコ、クワコ、クワコです。そう、これ、これ大好きなアヒル、これ大好きなアヒル、スイスイのお気に入りアヒル。これ、この絵文字さあ、みんな見える？このアヒルちゃんお尻がプリプリしてるの、めっちゃプリティでしょ。プリプリプリティクワコ、クワコ、クワコ、そう、かわいいの。泣きべそのなっちゃん、アヒルちゃん多分あそこだよね。クワクワプリプリ。古い方の端末で見てるからハテナボックス、嘘、ハテナボックスになってる。じゃあ再現してあげようか。うちか、プリ。ここに、あの、お尻があるの、ここに、こうやって。ちょっと再現できなかった。リコデンのお魚先生、そう、お魚先生終わっちゃったんだよね。まさか誰も再現すると思わないよね。この、これに関してはどっちがスイスイとかもうさ、わかるでしょ。こっちだったら、こっちだったら嫌だよ。なんか指に乗ってるみたいだ。指に乗った、かわいい。やっぱこれかわいい、私のお気に入りだから。このこの子がハテナになる人は見てね。指乗った、かわいい。もう遊び始めちゃった。スイスイ配信が長時間になればなるほど遊び始めちゃうから。そう、今日ね、なんか X にエチゴンとの写真を載せたんだけど、あのエチゴンがなんか横を向いた瞬間をシャッターに捉えたら、エチゴンめっちゃ薄くて、えちごなんか正面から見たらさ、こうじゃん。なんかなんかこれは載せていいものなのかなと思って、ちょっと X に載せる勇気なかったからさ、誰かに送るんだけどさ、あのこのえちごがなんかこうやってね、こっちを向いてくれたの、私の方向って。だから私もへーってしてて、ありがとうございますって確認したら、ね、うっす。でもね、スタッフさんにあの確認したら、まあ、エチゴが横を向いたからいいんじゃないって言ってくれてたので、うん、多分エチゴ NG かな、エチゴ横顔 NG かな、どうかな、ちょっとエチゴに聞いてみないといけない。いやでもそれもそれで可愛いんですよ。もうみんなに見せてあげたいぐらい。
え、ダメなのかな、一言のあの横幅。どうなんだろうか。でもさ、越後ってさ、普通にこうやって歩いてたら横から見えるよね。そう、私さ、あの普段はこの顔にはめるさパネルやらないんだよ普段。なんだけど、なんか越後になれるって聞いたからハマってみた。いつもはやらないんだよ。今回だけだよ、パネル。液晶テレビみたいで可愛いね。うん。液晶テレビみたいで可愛いね。うん。可愛いね。レレヒさんもリカさんの卒業コンサートで会った以来かな。なんかちょっと足痛い、足痛いよ。うん、いてて。越後に聞いてみよう、いいかな。え、でも全然事故とかではない。事故とかいうわけではない。ただ私がその越後の横顔を見たことがなかったから、あ、越後、越後ってだったけど、でもめっちゃ可愛いの。動きとかがね、すっごい可愛い。いつもこうやってでやってる。柏崎へようこそ。いちごんです。喋らないけど、いちごんの顔可愛い。しかもさ、ちょっとさ、あの釣り目みたいになってるよね。私が描く絵はの目は丸かったり垂れ目だったりするから、越後を描くときはちょっと難しそう。いつか越後も描きたいですね。ね、すごい越後鬼なんだけど可愛い。花火もなんか毎年越後の花火が上がっているみたいで調べてみたんですけど、めっちゃ可愛かった。越後の花火が今年も見れるのかな、なんか上がってるみたいだよ。越後と花屋の追いかけっこ私も好き。地元倉さんのなんて平和な絵なの。時間教えてくれてありがとう。57分くらいに読もうかな。あ、そう、また公演の話に戻るんだけどさ、私がちょっとだけ久しぶりの思い出いっぱい公演だったから、あの泣きべそ書くまでの衣装がさ、今私しかグレーのスカート履いていなくって、あの久しぶりのグレーのスカートだったかもねと思った。あの白のパンツをみんな履いてて、私も履けるのかなあれって。なんかスイスイはグレースカートなんだって。スイスイはグレースカートだよって、はいって言って履いてるんですね。だからなんかみんなもずっと言ってくれてて、メールとかでグレーのスカートが恋しいみたいな。だから、そんなあの衣装すごくみんな好きでいてくれていたんだと思って嬉しかったです。本当？え、確かに身長とかもね違うしね。ズボン落ちたら大変じゃない。ステージでズボン履いてみましたって言って落ちたらもう放送事故だ。でもまた次の公演は6日だから、6
6日もぜひみんな楽しんでね、一緒に楽しもうね。ゴールデンウィーク最後かな。私からしたらもうゴールデンウィークはもう最近始まったばっかりなんですけど、そうもうゴールデンウィーク終わっちゃいそうですね。寂しい。何しようかなあと2日で何しよう、あと何しようかな。じゃあちょっと壇上読みたいと思います。いきます。13位マリーハルさん、ありがとうございます。12位タムヒロさん、ありがとうございます。11位ハブトゥーセーブさん、ありがとうございます。10位ナオくん、ありがとうございます。9位タコボールさん、ありがとうございます。8位大輔さん、ありがとうございます。7位タカチオピピピーさん、ありがとうございます。6位サンタロウさん、ありがとうございます。5位シモジュンさん、ありがとうございます。4位てるてる坊主さん、ありがとうございます。3位とみのすけさん、ありがとうございます。2位みっちーさん、ありがとうございます。そして1位はてるーたんすーさんです。ありがとう。皆さん見てくれてコメントギフトくださってくださってくださってありがとうございます。今日は最初寝ちゃってごめんなさい。もう寝ない、ずっと起きてる。もう6日までずっと起きてようかなそれは嘘で、皆さん体調には気をつけてゆっくりゆっくり休んでね。寝なさい。寝ます。もう今すぐ寝ちゃいそうなので頑張ってお風呂に行きたいと思います。皆さん配信見てくれてありがとうございます。また会おうね。ありがとう。みんなもゆっくりしてね。ありがとう。楽しかったよ。またね。おやすみなさい。バイバーイ。